ハルツ山地の地図ハルツ山地は、ドイツの中北部の東方に位置する山地、ボーで渓谷ハルツ山地にある建国の一つ。古くから神秘的な山、特に中世では、魔女の住む山として認知されてきた。その後、ゲーテやハイネラがハルツに滞在し、気候などで記した。また、鉱山としても開発され、多くの地下資源が産出された。19世紀以降、観光地、 雇用地として賑わうが、第二次世界大戦後は、ハルツに、東西ドイツの国境が惹かれ、分裂した。1990年の再統一後、所属する州は、ニーダーザクセン州、ザクセンアンハルト州、チューリンゲン州と3つに分かれているものの、一体感が回復したハルツは、観光地としての存在感を再び示し始めている。2006年に、国立公園に指定された。 山岳には2から5万人規模の複数の都市が位置しており、山地内には小規模なリゾート都市が多い。山地面積は2226平方キロメートル。最も標高が高いのはブロッケに山で1141メートルである。空港や港はない。鉄道はドイツ鉄道がハルツの北部と南部をそれぞれ東西に走らせている。便利なのは ハノーファー・ハレカンを結んでいる北部の路線であろう。この線で、ハルツ山地地方の多くの主要都市、西カラゴスラー、バート・ハルツブルク、ベルニゲローデ、ハルバーシュタットにアクセスできる。ハルツ山地内を南北に結ぶ路線もある。ハルツ狂気鉄道がそれにあたり、北部のクベードリンブルクやベルニゲローデと南部のノルトハウゼントを結んでいる。同鉄道で、ブロッケン山頂へもアクセスできる。 また、ハルツの北部と南部をそれぞれ東西に高速道路が走っている。ありがとうございます。